これはやったらダメという親の関わり方を3つ紹介させていただきますはいこんにちはライフコーチのミスターオカチですやりぬっこを育てるための関わり方やライフスキルをマックスと一緒に紹介していますはい えー、これまでの動画ではやり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきましたそれはライフスキルいわゆる非認知能力です最後までやり抜く子はライフスキルが高く途中で投げ出してしまう子はライフスキルが低いだから最後まで自分が決めたことをやり抜くそんな子供を育てたいならライフスキルを高めることが大切です今日は これをやってしまったらお子さんのライフスキルが下がってしまうそのような関わり方を厳選して 3つ紹介させていただきます、えー、今回の動画を見ていただけると何をやってはいけないのかということを理解でき、えー、安心して子どもと関われるようになりますので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための考え方や関わり方にフォーカスした動画を配信してます、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいですあと SNS 毎日配信してますので概要欄からつながってください。それでは行きましょう。ちょっとね音を下げますね。僕のこの聞こえている音をね。でちょっと水飲みますね。一発でいきましょう。これねあの噛んでしまったらもう一回やり直そうというこマインドが出てくるんですけども一発でいきますよ。はい。 えー、これをやってはダメだというマインド。あとラジオ感覚で聞いてくださいね。この縦型の動画の時はラジオ感覚で、えー、家事しながら聞いていただけたら嬉しいです。えー、それではいきましょう、えー。これをやったらダメという親の関わり方3つ。まず1つ目、親が決める。2つ目、失敗を許さない。そして3つ目、そんなことないですよ。はい。1つ目、えー、親が決める。ね。 これ親が決めるっていうことはもちろんメリットもあるしデメリットもあると思うんですよねで親が決めるメリットというしてはなんだろうなえっとまなんやろう 親はやっぱ正解を知ってるからこうやったらうまくいくよって方法分かってるわけじゃないですかだからそれを子供にやらしてやらすと子供が短期的に成果が出やすかったり短期的な達成感は得やすいっていうのはあるかもしれないですね自分で考えてっていうよりも勝つ方法を教えてそれを徹底してやらしたら短期的な結果は出やすいかもしれませんあとえっとあれをやりなさいこれをやりなさいっていうのは時間が短縮されますよね、えー、これやったらどうなるだろうとかね こっちやってみたらどういう風になるかなってこう問いかけをするよりも答えを言ってそれをやらせる方が時間は短縮されるし、えー、子育てとしても楽です、はい、でもねでもねやっぱり自分で考える力っていうのがねこれやっぱ育っていかないんですよね、えー、どんなことでも自分で選んで自分で決めたことじゃなかったら自分ごとにならないんですよね失敗が起きても問題が起きてもトラブルが起きてもいや僕が考えたことじゃないってあいつが悪いんやお母さんが決めたことや先生が言う,言うたことやから別に僕 や,ろうやりたか,かったわけじゃないもんみたいな感じで自分ごとじゃなくなるんですよね自分ごとじゃなくなるからその問題を解決しようとしないんですよ突破しようとしないんですよね突破しようとしないから途中で 投げ出してししててままうう諦めてしまうんですよね、うん、だから、基本的には自分でで決めるっていうことが大事なんですよ、えー、と近年のデータではね、神戸大学のデータで、えー、幸福感を感じている方の多くは、自分で選んで自分で決めたことをやっているっていうあの報告があったということで、これどういうことかというと、まあ、どんないい会社に行くとか、どれだけ給料をもらっているかっていうこと以上に、自分で決めていること、決めているかどうかっていうことが人生の幸福度において大きく影響するそう そうやっぱ自分が決めたことやったら自分ごとになるからもちろん悔しいこと悲しいこともあるかもしれんけどその分喜びも倍増するじゃないですかでやっぱり自分ごとにならないとこの問題をちゃんと考えようとしない自分で考えへんから全然考える力つかないんですよね自分が考えなくてもどっかの誰かが答えを教えてくれるっていうあのひな鳥状態ですよお口をパクパクしてたら親鳥がなんかおいしいご飯を与えてくれるみたいなそんな状態やから自分が動かないんですよね動かなかったら成長しないんですよ自分が動いて 体験して行動してその中で失敗してああだこうだって考えてそれがその人の原体験として知識として知恵としてあの積み重なっていくんですよねそ,そもそも体験したことじゃないとやりたいこと見つからないんですよね体験してあこれもっと面白そうって思うからもう一回やってみようとなってそれがどんどんできるようになってさらにさらにその面白さに気づいていくと体験していないのに 自分がやりたいことを見つけるって難しいんですよね。うん、だからこそね自分で選ぶということ自分で決めるということはねやっぱりね長期的に見たらすっごい大事なんですよ。今ねこあれをやりなさいこれをやりなさいって言ってやらせるのはねもしかしたら時間が短縮されるかもしれへん。でも長期的に見た時に自分で選んで自分で考える力があったら親御さんがいなくても何も指示しなくても勝手に動くようになるんでそっちの方が子育て楽になるんですよ。うん、だからそういう意味で答えを教えるとか親御さんが決める前に選択肢を提示 ね、A という選択肢 B という選択肢があるよねとねでその A という選択肢にはこういうメリットとこういうデメリットがある B という選択肢にはこういうメリットとこういうデメリットがあるであなたが決めてくださいねっていうふうに決めさせるってことですよねはいそれが大事ですよねはい例えばねうん宿題宿題を今からすぐにやるっていう選択肢はある でも今すぐ宿題をやってしまうと友達に遊べないというデメリットはあるかもしれないよねじゃあ宿題を今やらないっていうことをする選択するとそれはえっと今ゆっくり遊べるかもしれへんけれども家帰って疲れている時に宿題をしないといけないかもしれんあなたは今宿題しますかそれとも遊んでから宿題しますかどっちにしますかって 選んででもらううとこすね、うん、であのやっぱりね、えー、あなたが決めていいよっていうだけでね、あのー、子供に任せてしまっても何の選択肢があるかも分からへんしそれぞれの選択肢でどういうメリットとデメリットがあるかが分からない状態でただ選んだとしてもねあんまりあんまり良くはないですよねもちろんそれでもいいんですよそこから自分で選んでそこから学ぶっていうのもいいんですよいいんだけどそのなそのじ選択肢がそもそも一つ一つしかなかったら選べないじゃないですか <laughs>、ね、だからこういう選択肢もあるしこういう選択肢もあるしこういう選択肢もあるし 選択肢をね見せてあげることであったりそれぞれその選択をすることでどういうふうなことになるのかっていうことを伝えてあげて子どもに選ばせるっていうのはもしかしたらいいかもしれませんはい2つ目はい順調ですね順調ですね今のとこえっ、ー、と2つ目何やったかなえっ、ー、と失敗を許さないってことですねはいでも どううななんだろうな中にはね、えー、と失敗絶対したらあかんってこれ負けてしまった人生終わりやそんな気持ちで臨むことで自分のパフォーマンスが出る人も中にはいると思うんですけどめちゃめちゃ稀やと思うんですねでまたねその時にそのパフォーマンス出せたとしてもやっぱそれってねすっごい緊張状態ストレスプレッシャーかかってる状態やから燃え尽きてしまうんですよねでそもそもやったことないことをやるとか新しいことをやるって絶対失敗するじゃないですかもう絶対失敗するでしょでその失敗って悪いことじゃないじゃないですか そもそもね。だから、失敗を許さない環境を作ってしまったら、新しいことに挑戦できないんですよ。絶対に成功することしかしないんですよ。僕がそうでしたよ。バスケ部入って全然自己肯定感なかったから、失敗したくないんですよ。とにかく褒められたかった、とにかく認められたかった。だから自分の得意なことしかしなかったし、練習も得意なことしかやらなかったんですよ。でもね、やっぱドリブルができなかったらシュートまでいけないんですよね <laughs>。パスができなかったらボールもらえないんですよね <laughs>。あいつパスせえへんわってことで。だからやっぱりね、自分がね、 本当に、えー、と苦手なことにもチャレンジして苦手なことを克服する練習もね、やっぱり時には必要やなっていうことで、まあ、苦手なことを練習するっていうことも、今回のテーマは、えー、とそうではなくて,ってあれや、ね、失敗の話ですね、失敗の話に戻すと,、えー、と、やっぱ失敗を許せる環境、失敗しても OK だっていう環境を作ることがとても大事だと、そうすることで、あ失敗しても大丈夫なんだと思って、簡単に挑戦できる、簡単に行動できる、努力できる、本気になれるんですよ。本気になったももちろんん楽しいでですよでも 本気になった時の怖さっていうのは失敗した時にもう僕がもうダメなんじゃないかもう人生かけてもうそこにもう投入してるわけじゃないですか時間もエネルギーもね全て投入してることがうまくいかなかったら子供はやっぱ傷つくんですよ。でも だからね、僕は本気になれなかった。だからこそ、失敗しても OK だよ。私はあなたのこと見てるよ。大好きだからねっていうメッセージを発信すると。そういう中で、失敗しやすい環境を作れれば、やったことないことでも挑戦できるし、新しいことでも踏み出せる。苦手なことでも挑戦できるんですよ。で、本気になれないんですよ。夢中になれないんですよ。失敗しても怖くないから、そこに谷底はないと思っていたらジャンプができるんですよね。だからこそ、失敗を許せる環境であったり、関係性を作ること。 が大切です、はいまあ、具体的に言えばやっぱ失敗談を自慢すするっていいですよ、ねま、僕こんな過去こんな失敗をしたあんな失敗したってね今ねこうやってあのプレゼンうまいけれども昔ね会社でね300人の前であのいきなりスピーチ当てられて、えー、舞台の前に立ったんだけど頭真っ白になって。 以上ですとか言えなかかったとかねなんかそういう失敗談を面白おかしく話すとお父さんお母さんもなんか今はなんか大人でしっかりしてるように見えるけどなんか失敗とかもするんやなとか最初は誰でも初心者なんやなっていうのを分かってもらえると思うんですねで失敗したとしてもそれをちゃんとフォローするで失敗 OK だよ失敗 OK やしナイストライだよっていうそのプロセスにちゃんと目を向けて声掛けをしてあげるっていうのはすごい大切だと思いますはい3つ目これが最後になりました、はいえー、そんななことないですよ っていうことですよね、えー、誰かに褒められた時にいやーそんなことないですよって謙遜していませんか？っていうことなんです。えっとこれ、僕の教室でもあるんですけど、まあ、ね僕先生としてはねえー、子供の良かったところっていうのを親御さんに伝えるようにしてるんですねえー。今日はねまるまるくんはね。自信持って発表してしました。よっていう風うに。 あのういうことあるんですよそうやって言うんですよね言うたらもう8割ぐらいのお母さんがいやそんなことないですよ家ではダラダラしててとかねそんなことないですよもう他の場所ではずっと人見知りでっていう風うにまずあのあのの謙遜してあの受け取ってもらえないんですよね褒め言葉を受け取ってもらえずにそしてなんなんのそのお子さんの悪いところとか恥ずかしいところを、えー、教えてくれるということなんですねこれってどうなんだろうってことなんですねまずその子供が聞いてるケースもあるんです それを聞いてたらお母,さんお母さんが先生のみんなの前で自分の恥ずかしいことを言っているとかねああ僕のことを認めてもらえないんだっていう風な、ね、気持ちになる子もいると思うんですよね。で先生側としてもねいや褒めててプレ,いやプ,レプレゼントなわけじゃないですかプレゼントしてるのにプレゼントを受け取ってもらえないっていうことで複雑な気持ちになるんですよね。でお母さんとしてもどうなんですかそれを言うことで何か嬉しいことってあるんですかね っていうことなんですよやっぱこう謙遜したりその謙遜の中で自己卑下したり、えー、自分の子供のそのんやろダメなところを伝えることで誰もハッピーにならないんですよねでも日本人ってそういう習性があって褒めてもらえたら自分をこう下げるっていうのはもう癖ついてしまってるんですよねそれってねそういう姿を子供が見てると,、えー、っと子供自身も誰かに褒められても「いや僕なんて全然ダメよ」とかね「いやあの,あの人なんて全然ダメだったよ」と人のことを 下げたりとかしちゃゃううんですよ、ね、そうじゃないですすよよねねそじない大事なことはやっぱプレゼントを受け取るということがすっごい大事であってプレゼントを受け取るからそのもっともっと子供が褒めてもらえるようになるんですよねでそうやって僕がねやっぱ先生としてその子供のいいところ褒めるじゃないですかその時受け取ってもらえなかったら褒めにくいんですよね次また受け取ってもらえないんかなと思うとでそうすると子供にとってプラスではないんですよねそのプレゼントを渡して 気持ちよく受け取ってもらえたらあじゃあ僕もまた子どものいいところを伝えようってなってそれを伝え,て伝えたら子どもも自己肯定感上がるし親御さんも嬉しいわけじゃないですか、はい、だからそうやって子どもがどうやったら褒めてもらえるのかなってポイントを作るっていうのすごい大切であってそのためには褒めてもらえた時にちゃんと受け取る言葉としたら「そのように言ってもらえて嬉しいです」というふうに言う。 でもし最,最悪下げたい下げるのであれば親の自分のことを下げるっていうのはまだまだギリギリ OK だと思いますあそんなこと言っていただいて嬉しいですいつもね私がおっちょこちょいなところをこの子は助けてくれるんですみたいな感じで自分をちょっと下げてまた子供をあげるっていう風なことをすればまあベターなんかなっていう気はしますはいということでまあ誰かにねお子さんのことを褒めてもらった時にねそんなことないですよ全然ですよまるはまる家でずっとゴロゴロしてるとかそういう ううに言うんではなくて、まずそうやって受け取る。そう言ってもらって嬉しいですよと、実は私も助かってるんですという風うに言ってもらえると、子供も嬉し,嬉しい気持ちになるし、自己肯定感が上がりますよね。はい、ということでございます。えー、今日は、非認知能力、いわゆるライフスキルを高めるときに、これはやめといた方がいいですよっていうのを3つ紹介させていただきました。まずは、えー、子供がやることなすことを全部親が決めてしまうということ。決めるのではなくて、えー、選択肢を提示 もしくは子供に選ばせるということ、すごい大切なのかなと思います。二、えー、つ目、えー、失敗を許さない。まあ、どんなことをやっても失敗はつきものです。その失敗を許せない。 環境を作ってしまったら行動できなくなるんですね行動しなかったらやっぱ成長しないんですよ体験が一番の先生ですもう言葉で教えてもらえる体験が一番ね学べるんですねだから体験をどんどん積ませてあげるためにも失敗できる環境を作るということこれ大切ですそして3つ目、えー、そんなことないですよって褒め言葉を拒絶するんではなくてそう言ってもらえて嬉しいですとそしてうちでも助かってるんですという,ふうに言ってもらえたら子供もお母さんもそして先生もハッピーなんじゃないかなと思います、えー、今回の動画少しでも勉強 にになったらためになっったたためそしてマックス今日もよかったねおかち頑張れという方は高評価ボタンを押してくれたら嬉しいですあこれレディーゴーのポーズなんですけどねわかる人わかるジョー・ブログさんのね <laughs> はいここやな <laughs> はい。 はいえー、で、えー、このチャンネルではね、えー、と子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、やりぬっ子を育てるためのライフスキルにフォーカスして、えー、動画を配信してます。えー、やりぬっ子を育てたいという方に関しては、えー、チャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら、最新動画を見逃さないので、よろしくお願いします。はい、あと、あのー、無料で LINE 講座を開設してまして、やりぬっ子の育て方ということで、どのように声掛けをしたらいいのか、具体的にこのようなシチュエーションでは、どういうふうに関わっていのか。 どったらいいのかっていうのを解説しています、えー、もしよかったら概要欄からポチッと押してもらって友達追加でつながってくださいはい、以上ですジエンド。それではワンダフルな一日をお過ごしくださいバイバーイ